こんばんは、時刻は午後6時を回りました。マンデーシュガースポット、ケンジブリッチです。学生プロレス界の天才児ことマチョギャローズと、慶応義塾大学プロレス研究会のマラッシュロシです。よろしくお願いします。お願いします。さあ、2月20日月曜日、今日はアイプロ紅葉2023お疲れスペシャルということで1時間お送りしていきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。愛知大学プロレス同好会、この番組レギュラーのマチョギャローズと、今日はこの番組電話でずっとね馴染みのある KO から KWA のマラハシヒロシがなんとスタジオに初登場。よろしく。よろしくお願いします。よろしく。どうですか、初スタジオ。いやもうね、本当に行きたかったんですよね。ずっと自分電話で出させていただいてて、今日はあの、ね、一昨日のアイプロ興行あったんで、そのまま愛知残らせてもらって、出させてもらって、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。もう先に言っちゃうけど、今日はあのアイプロ興行をね振り返りながらの特集と言っておりますが、この番組1時間60分の生放送、マチョギャローズ VS マラハシヒロシ、今までで1勝1敗、対戦成績、そうっすね、まあ、言っちゃえば今こう五分五分になってるわけで、どっちがやっぱ強いのかを決めていきたいので。そうだな、マラハシヒロシ VS マチョギャローズ60分一本勝負、トークバトルしていきたいなと思います。よろしくお願いします。トーク、これ勝った方がもう勝ち越しってことで。勝ち越しです。そうだな、勝ち越しかだいぶだいぶそうだ、だいぶ重いな、これ。今まで体にぶつかり合っての勝敗を決めているところ、最後はトークで決めるか。いいですね、はい、いいな。いや、山さんのトークよろしくお願いしますね。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちなみにマラハシ君、今日この土曜日に興行終わって、はい、今日まで愛知で何をしてた？もうだいぶ満喫させてもらってそうだよな、本当に。つまぶし食べて、味噌煮込みうどん食べて、名古屋城行ってっていう、もう鉄板の観光客ルートをたどって完璧に観光案内所に言われたルートをたどってるみたいな。そうですね、もう Google で調べて一番上に出てきたのとりあえず全部行くみたいな素晴らしいね。で、楽しんでこのラジオにまで来て。そうですね、はい。マチョはどうだったの、興行終わってから、この今日まで。興行終わってから、まあ先ほどマラハシが言っていたが、まあ、マラハシに、まあ、だいぶ、いいものをご馳走したりと、先ほど味噌煮込みも僕が払ったんですが。あ、そうなの。まあ、ちょっとご馳走になったんですよね。ご馳走して、しっかりと、まあ、愛知を満喫させてあげたんですよ。おかしいな、ケンジブリッチ、マチから何もご馳走されてねえな。いやおかしいな。まあ、今後ディナーに連れて行きますよ。やだよ、なんかおしゃれなディナー、マチと行きたくないよ。いいじゃないですか。そう、マスクかぶって行きたくねえよ。まあ、ということでね、まあ、興行で疲れもあると思いますが、この2人のこともね、見守ってほしいなと思いますが、今日のメッセージテーマはあなたの生きがいとなっております。そして、はい、アイプロ興行の感想、そして、まあ、この学生レストランの2人に質問、何でも受け付けてきますんでね、はい、質問たくさん欲しいかな、今日。そうですね、質問欲しいな。マチさん、彼女いますか、丸橋くん、彼女いますかとかね、好きなタイプは何ですかみたいな質問たくさん欲しいなと思いますんで、何でも答えちゃいますよ。もう NG なしで、NG なしいきたいなと思います。学プロらしく。そうですね、学プロの伝統を乗っ取った1時間にしましょう。はい、そう、当たって砕けましょう。下ネタ OK でいきましょうぶつかっていきましょういきましょう。はい、ということで、メッセージは sugar@843fm.co.jp、 アプリ FM プラプラからもメッセージをくれます。まあね、メッセージはツイッターの方でもね、ハッシュタグマンデーシュガーソボットとつけてつぶやいていただいても反応はできますので、いろんな方法で参加してくれたらいいかなって思います。並びにこの6時台の中京テレビのニュースってね、あの今回のアイプロ興行、あのニュースも流れますんでね。そう、流れる。テレビと同時にラジオも聞いていただけたらなと思います。さあ、60分一歩勝負開幕、レフェリーケンジブリッジが今日はお送りしていきたいなと思います。1曲、新曲です。古いリフォー、ピンクの髪。ピンクのファッション、誰でもない私だけのためにおしゃれをして、短いブラックヘア、あなたの糸になるように。 Drop it the way you are, Drop it the way you are, 落として真っ白にしよう。 Drop it the way you are, 傷んだ髪の毛、伸びてくるのはまだまだ時間がかかるんだろうね。重ね
さあマンデーシュガースポットをお送りしますフルーリフォーピンクの髪。今日のお相手はレフェリーケンジブリッジと学生プロレス界の天才児校長マチョギャローズだ。慶応プロレス研究会代表のマラチュラシです。ちょっと今ダメージでかいんじゃない今のは。今日一応60分一本勝負、今日のトークで勝敗決まるっていうことになってるけど、疲れがメインイベントで勝ったけど、ちょっと言い訳はねレスラーにあるまじきね、子供を見てますよこれ、ね、いやいや魔女のファンがいるからもう、うん、今日はあのスタジオにね観覧してくれてる人にはプレゼントで、プレゼントだよ、ダクプロのクリアファイル、そうだ、クリアファイルと、うん、まあ、ベルトもあげちゃいますか、じゃあベルトもあげちゃう、あげるかもな、うん、まあ、スタジオ来てくれた人には何かしらあげますよ、あげますよ、ね、うん、ぜひとも来てほしいなって思います。今日メッセージテーマ、あなたの生きがい、またはアイプロ工業2023の感想、うん、そしてマチョギャローズ&マラハシに質問、何でも大丈夫、うん、60分一本勝負勝敗つけれるような、そんな質問ぜひとも待ってますのでね、たくさんのメッセージお待ちしております。お待ちしてます。お送りしてくわ、古いリフォーピンクの髪でした。マンデーシュガースポット。さあマンデーシュガースポット。今日のお相手はケンジブリッジと学生プロレス界の天才ことマチョギャローズと慶応プロレス研究会代表マラシロシです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日のメッセージテーマ、あなたの生きがい、アイプロ工業2023特集ということで、感想質問何でも受け付けます。60本勝負。マチョギャローズ VS マラハシロシ、どっちが勝つのか、うん、エンディングに決まっていく、そんな試合となっておりますので、うん、皆さん参加よろしくお願いします。お願いします。メッセージはいろんな方法で、アプリメールアドレスでは sugar@8453.co.jp、うん、ツイッターではハッシュタグマンデーシュガースポットで大丈夫です。参加よろしくお願いします。よろしく。メッセージ送ってくれたらクリアファイルも可能なら郵送はしようかなと思ってますね。郵送するかな、はい、うん、リスナープレゼント、そうだ、リスナープレゼント数がやっちゃうか、ある限り、まあ、そうだな、売り切れごめん、うん、リーチかな、プレゼントでちょっと票数稼ごうとしてるんじゃないですか。いやいやいや、結局これはマチョの自腹を切ってやってることなんだから別にいいだろ、金のね、金の話がしてね、金があるからできることなんだけどな。あ、まあ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 、マチョは確かにね、トラッシュケースにすっげー大金入ってるもんね、まあ、全部1円玉いやいや学生レスラーは儲かるっていう夢あるっていうことをみんなに見せたいんだよ。どうなんですか、学生プロレス。学生プロレス一番儲かんないんじゃないですかもいやいやいや、痛いきつい金入らない、やめろそういうのは、痛いきつい、やる人が減るじゃねえかよ、うん、金は飛ぶっつって、ね、まあ、マチョに限っては全部逆なんだよ夢与えていきましょう、夢を与えていくんだよ。じゃあ今日は夢を与えていくトークでしていきましょう、うん、まずこの時間はそれこそつい最近2月18日に開催された、うん、土曜日のアイプロ工業2023の振り返りしていきたいなと思いますが、うんうん、どうですかマチョさん、じゃあ代表としてまず、まず、うん、まあ2部構成で日本初の試練プロレス、うん、そして全国学生プロレス祭りを行ったが、うん、まあ、どちらもお客様はすごい喜んでいて、うん、まあ、とても充実した興行になったんではないのかね、え、うん、まあ、2部構成ということで、まずじゃあ、うん、世界初の路面電車プロレスの方をね、うん、話していきたいなと思いますけど、今回、KWA、KO から丸橋宏も2部構成両方とも参加してくれましたが、うん、路面電車のプロレス、路面電車はもちろん初めてだったんですけど、うん、路面電車に乗ること自体は、あ、路面電車はあの前回の、あの秋の時の興行の時に乗ったことはあったんですけど、うん、まあ、もちろん試合するのは初めてで、ね、まあ思ったのが狭いなって思って、うん、すごいなって思ったんですけど、でもすごい楽しかったですね、うん、その、ね、なんていうかわちゃわちゃ感っていうか、うん、もうあっちこっちでもうなんかね、うん、もういろいろやっててみたいなのがすごい、その学プロの、うん、なんていうんですか、個性豊かなレスラーたちがいてっていうのところですごい合ってて、うんうん、お客さんも自分がお客さんとして見ててもすごい楽しめたんじゃないかなって思いますね、うん、本当に世界初なんでどんな風になるのか全然想像できなかったけど、うん、なんか意外となんつうの、想像を超えて楽しいっていうね。そうね、でもやってるレスラーからしたらやっぱり見せ方、うん、そしてお客様への楽しませ方、うん、さらには最後は勝つっていうところに焦点を置くとやっぱ難しいな、うん、確かにそうね、確かにそうですね、そうね、うん、学プロでまずさ、今回の路面電車チケット制でお金払ってもらってるじゃん、うんうん、学プロの試合でお金を払って見てもらうってことって今まである、確かにな、そうな、いやどうなんだろう、チケットを取ってっていうのは基本的に多分なくて、僕らの、そうですね、そう、うん、世代とかではないなんか、ね、サミッ
というでかいところでは、まあ後楽園ホールでチケットを取ったりっていうのはあるけど、うん、まあそれは結構昔のあれなんで、ね、なんで最近コロナ禍、うん、まあ、コロナ禍以降の学生プロレス界では初だと思う、まあ、新時代の令和のって言ったら初、そうだな、そうね、もうお金を取るってなったらプレッシャーがすごいなと思ってね、そうだね、やっぱ見せるっていうとこで、そう、まあ、プロの意識を持ってやらないとな、うん、でまあ、ケンジブチもさスタッフで入ってたけどさ、うん、めちゃくちゃ熱くてさ、うん、いや本当に社内、うん、選手がめちゃくちゃ熱いのよ選手自体もめちゃくちゃ熱いと思うんだけど、うん、選手の熱気でね、社内がやばくて、あれもうサウナですよ、あれサウナだった、あれ本当に、いや、あの責任は、うん、セクハラ夏子という135キロがいたから、どこの団体だったっけ、 HWWA 一つ橋、あいつのせいなんだよ、うん、まあ、今聞いてるかわからないけど、うん、多分聞いてないです、聞いてないそういうやつだからな、うん、そうですね、まあまあまあ、でも熱気はすごいあった、うん、熱気がすごくてね、お客さんもすごい盛り上がってたんで、うん、まあ、この模様はいつかこう愛知大学プロレス同好会の YouTube、 そうだね、 YouTube で試合上げてくれる感じで大丈夫、うん、そうだな、もう編集も右腕のケンジブリッジがやってくれたようで、うん、まあ、全大した編集、まあ、編集はしてないけど、あ、してないか、うんうん、でもまあ上がるから、つなげ、つなげただけで、そうだな、うん、まあ、まあ1週間以内には上がると思う、うん、うん、ぜひ見てくれ、上げてくれよ、上げるぞそこもマチョギャローズがやってるってことで、全てをマチョギャローズがやってる、ボタンを押すだけあ、いやいやいや、編集してもらってボタン押すだけなんなら今やってくれよ、それも大変なんだよ、アップロードは長いんだあれは時間がじゃあもう教えてくれたらあげるよ俺が、あ、そうで、まあその路面電車プロレスに関しては当然何人のレスラーが、13人、そうだ、で、うん、ロイヤルランブル、うん、というまあ時間差で選手が入場して最後に生き残った、まあ、勝ち残った選手が勝利という、うん、まあ、試合形式だ、うん、まあ、途中の駅から参加してきてということで、うん、もう本当各、メディアをすごいこの路面電車がもうだいぶ制圧してて、うん、検索のところでも路面電車学生プロレスみたいなの調べるともうめちゃくちゃ出てきます、めちゃくちゃ出てくる、反響がねすごく、反響がすごい、中日新聞に、メーテレに、朝日新聞、東海テレビ、中京テレビ、読売新聞、読売新聞、鉄道チャンネル、なんだよそれって適当、初めて知ったけどっつってね、あとヤフーニュースにも、うん、バッチリと全国に、うん、まあ、名をとどろかせたということで、はい、まあ、今回初だった、またね、すごい、豊鉄さんもね、すごい、そうだな、ね、気に入ってたんでね、豊鉄はもう、マチョギャローですごい、次回もやってください、うん、お願いします、次は無料でやりますとかも小声で、今回も無料でやってほしかったけどね、本当はな、うん、まあ、すごい高ご好意にしていただいてね、うん、まあ、ということで来年も期待ということで、そうだな、うん、まあ、今回のこの試練、初の試練プロレスの優勝はマザコンキット、マザコンキット一橋大学、うん、うん、が優勝して、そうだ、マラハシ君はどのタイミングで離脱した？いや僕ちょっとそうなんですよね、実はもともとなんかねこの試合ちょっと因縁があって、これもすごいもう話したくてうずうずうずしてるんですけど、なんかその僕が愛知ヘビー級のベルトをまあ保持してたんですね、興行前に、でなんかマチョさんから興行の2週間ぐらい前になんか LINE が来て、僕それなんかちゃんと読まずに、はいいですよみたいな返信しちゃったんですよ、そしたらその LINE の内容がなんか電車プロレスの子にベルトをかけていいかみたいな伺いだったらしく、僕それにいいですよって答えちゃったがためにベルトを失ってしまうっていうこのそれはお前の責任だ、ただのアホや、そうなんですよ、丸橋アホ橋だったんで、狙われて最初の方に脱落してチャンピオンにやられてな、うん、そうです丸橋基本だって検事部長の隣におったもん、そうですそうです終点まで、そうそう一緒に俺いつ脱落したんだってそんな感じになったけどね、途中のところに店はもうトゥーリオのエルボーで食らってるぐらいしかもうないからな、マラシはそうですね、いやそれに関しては、ね、何も言い返せない、まあ、路面電車プロレスではマラハシは不発だったけども、はい、ね、まあ、今回ね本当に狭い中やれたってことで、ね、まだ改善はめちゃくちゃあるかなと思うんで、そうだな、ね、改善するとこもあるから、次回2回目もよりもっと楽しくできるかなっていう、思いますけど、2回目あったらどう、マラハシ君参加は、もちろん、おもちろんしますよ、うん、参加表明、お参加表明、一番早い参加表明、あのねこれ僕気づいちゃったんですけど、電車プロレスって必勝法あるんですよ、おなんだよ、
もうこれちょっと言いたくないんですけど、あの登場順ってあるじゃないですか、選手の。あれなのもう後になれば後になるほど有利に決まってるんですよ。そりゃそうだ。それはそうだよ。そりゃそうだな。で僕今回一番最初だったんですよ。なんで始発の豊橋駅ね。そう、次出る時はもう一番最初の駅で乗っ、一番最後の駅で乗って、もう生き残るっていう、そういう作戦ですね。じゃああのトゥーリオ君みたいに競輪場前とかその辺ってことか。そうですそうです。最後の辺の。それはいいわけじゃねえか。俺は最初から残って最後のギリまで残ったんだぞ。まあ俺は見せ場も作ってなおかつ最後勝つところまで、勝つところまでまあいけそうだったんだから。結局負けてるんだよ、まあ、ちょっとね、結局ね。負けたけど言い訳なんだよそれはもう。言い訳なんだって今自分に落ちたな。自分に言ったっていう。マザコンに勝ったらよかったんだけどな。うん、あのケイトさん、それで一番ダセーのがさ、マチュガローズ、あの今回の商品のブラックサンダーだったね。 あのマザコンくんに来てさ、このブラックサンダー魔女の自腹だぜって言って。実際そうなんだよ。自腹で払ってんだよこっちは。ダセー主張だなと思ったけど。いや、あれ提供してもらったんじゃないんですか。提供プラス自腹で払ってプラスってことだよね。プラスな、うん、やっぱそこを言っとかないと。まああれはあえてマザコンを立てるためにやったんだよ。なるほど、ね、俺を落として、はい、うん。で次回はさ、こうやるときはマザコンくんが今回の路面電車の初優勝者ということで、2回目があるときは赤岩口の車庫に、まあ、ちょっとちっちゃめのリングを立てといて、うん、そこにマザコンくんが待っているっていう、ラスボスみたいな感じで。それもいいな。やると楽しいなって思った。それもっと長く逆に厚線で、厚み線でやっちゃうのもどうか。やれたらすごいけどね。原駅でリング置いて、うん、いいね。いいね。うん、で今回一応テレビに出るんだがこの様子は、うん、だけどマザコンキットじゃなくて、うん、東京経済大学鈴木翼でテレビに映ることが決定してるから。あ、いいんですか言っちゃって。それはそれはいいんだよ、言っちゃって。本名、本名で出るっていう。学生プロレスのみんなってあのメディアに出るとき本名にしねえと出れねえっていうのがあるんだよね。ちょっとねそれありますよね。マチョギャローズ以外は出れないって言われるんだよ、よく。丸橋くんは使えるのか。ギリなんだよね多分。自分、そうですね、でも自分本名出したことないかもしれない。あ、はい、うん、よだ、うん、あ、でも出てなかった、お前。あれ出てましたっけ。慶応新聞かなんか出てなかったか。あれはなんか、あ、身内の。そう、大学内のあれなんで。うん、出てないか。うん、まあ、マチュギャローズって名前は杉浦春隆でもう言っちゃったけど。バンバン出てるからね。そうです、うん、なんなら明日のヤシノミ FM、 この僕ケンジウチのもう一個の番組にも杉浦春隆出てきますんでね。おい、最悪じゃねえかよ。真面目なマチョが出てきますんで聞いてくれればいいかなと思いますけど。じゃあメッセージ、煉獄炭治郎から来ましたね。感想です。感想が次に向けての希望、厚み線3両貸し切りでやってくれっていう。お、やってやるよ、うん、このマチョギャローズがいる限り何でもできる、うん、うん、やりましょう。けど引退なんだよね。関係ないよ。関係ない関係ない。やれたらなって思いますね。はい、まあ、この時間とりあえず路面電車プロレスを振り返りましたが、まあ後半の方では質問にたくさん答えていくそんなトークバトル、ホールデの方の試合に振り返りしていけたらなと思ってますので、ラジオお聞きの皆さん引き続きメッセージ送っていただけたらなと思います。よろしく。で1曲こちらです。デリカルスクールニューワールド。Everything's gonna be alright. I won't let you down.
全部飛んで。さあお送りしてます、リリカスクニューワールド。ラジオネームトム君から、ケンちゃん、マッチョさん、マラシさん、うっすうっす。土曜日は午前も午後も観戦しました。めっちゃ楽しかったです。ありがとうございます。初めてプロレスを観戦したにもかかわらず、最後の最後にうるっと来て泣きました。うるっと来たか。初めてのプロレスが学生プロレスってすごいマニアックな道で歩むよね。そうだな、マニアック。でもね、うるっと来るってすごいやっぱハチさんの、うん、よかったんじゃないですか。あ、やっててよかったと思うな。うん、うん、まあ、一個文句言いたいのは、マチョ最後泣いてんじゃねえよと思ったけどな。僕泣いてないっす。あれ汗、汗じゃん。汗か、汗か。泣いてない、泣いてない。泣いてるんじゃないかなと思って遠くから見てたら泣いてない。悪役泣くんやって見てたけど。いやいやいや、あれは汗か。うん、汗汗。ちょっとやめて。うん、改めて出場した全選手の方々、そしてマチョさん、お疲れ様でした。お疲れ様でした。最後に聞きたいことがあります。質問ですね。うん、はい、実は土曜日のプレス観戦あたりから、左奥の上の歯が少し痛いです。なんで？知らねえ。知らねえよ。それは今すぐ歯医者に行ってもらった方がいいかもしれない。何もしなければ問題ないのですが、冷たい水を飲んだり、うがいをするときにキーンとします。ああ。これはプロレス観戦後しか言えない、プロレス観戦後あるあるなのでしょうか。あるある。それともただの虫歯なのでしょうか。あれじゃねえか、ただなんか冷たいもの食べたらなんかあの歯がしみるみたいな。違う、なんか、まあ、早急に歯医者に行っていただくことをお勧めしますけど、まあ、答えるのはあるあるじゃないってことね。少なくともそれはそう。あの、戦ってるレスラー側も別に痛くなることないもんね。ない、ない、ないですね。なるとしたら、やってる人が痛くなる方が可能性あるからね。学生レスラーのマチさん、マラハシさん的に何か思い当たることがありましたら教えていただきたいです。お力になれず、うん、あります。思い当たらないから。学生プレス最高とメッセージくれました。最高、ありがとうございます。ありがとうございます。お送りした曲はリリカルスクールニューワールドでした。マンデーシュガースポット。さあ時刻午後6時28分です。プロレストークは一旦置きまして、こちらのコーナーです。地元企業紹介、シュガーリクルート。このコーナーは都営商工会議所学生就職情報センターの提供でお送りします。毎週毎週お伝えしております就活コーナーとなっておりますが、まあ、丸橋くんはね、まだまだ大学生活が続くということで、はい、就活が控えていますと。就活がまあだいぶ先に控えていますと。いうことですね。留年確定。そう、一回確認、はい、年齢的に言うと同じ年、丸橋と。いや、年齢、そうですそうです、年齢は1個下。1個下、自分が1個下です。うん、うん、ってことで丸橋は次4月になると、とりあえず4年生になる。あ、3年生です。3年生、はい、になる。はい、ということで、まだじゃあ就活はもうちょい先ということでね。そうですね、はい、ですが、うん、今のうちに就活を準備していってほしいなと思います。どんな仕事に就きたいですか。バラバラ、なんだよ。どんな仕事に就きたいんだよ、バラシ。そうですね、自分プロレスもそうだし、うん、自分で野球とか、うん、サッカーとかもすごいいろいろ好きで、巨人とか好きだよな。ジャイアンツ好きですね、東京なんで。やっぱ東京出身や、はい、個人ファンか。メジャーリーグの野球とかも好きで、うん、そういうの伝える仕事とかすごい魅力的だなって感じますし、うんうん、いいないいな。あ、じゃあそれこそ、ね、将来松さんがビッグなプロレスラーになってね、僕がそれを中継するとかね、うんうん、いいな。お、じゃあそっち系に行きたいってこと。行きたいことだね。そうですね、スポーツ中継系のメディアって、うん、とか、うん、いろいろ見てますけどね、うん、いい仕事ですよな、ね、ケンジブリッジの後釜、まあ、みたいな。そうだね、みたいな感じ。演じるうちもそっちやりたいな。あ、そっちに。じゃあここやめていきますか。ここやめていこうかなって。フリーで、フリーで独立だっつってやっていきたいなと思うけど、はい、まあいろいろとね、夢はあるかなと思いますけど、はい、まあどんな仕事を目指しても結局は就活、面接とかもろもろがね、うん、あると思います。その時に、しっかりと準備をしておかないと、あの、自分を表現することができないってことなので、うん、まあ、早めに早めに自分自身を表現する、これをね、うん、練習していってほしいなと思います、うん。まあ、これに関してはまあプロレスやってるねみんななら表現は上手いんじゃないかな。うん、そうですね、確かに、ね、もう自己表現のもう最たる例みたいな感じですもんね、プロレス、うん、そう。なんで就活を本当に制するにはプロレスを始めるっていうのがこのコーナーの答えに最近なってきた。あ、まあそうだな、なんか通ずるもんあるよ、ね、プロレスはもう全てに通ずるんだ、うん、ね、生活してて。いや本当にそう思いますね、うんうん、まあ、本当に、まあ、準備していたものをそのままもちろん発揮するのも大事だし、うん、何か起きたアクシデントに対応するその力、そうだ、ん、全てプロレスに
備わってるものって、ね、そうですね、備わってんだよ、うん、だからこそまーちゃんは就活しっかりと一発で決めてるから、そうだね、教員として本当に何もしてなかったもんね、何もしてなくて特に大きく無駄な動きしてなかったもんね、うん、1個しか受けてないのに1個受かってんだから、うん、プロレスやればいいんだよ、だ、ね、プロレスやってたら就職決まったみたいなもんだよね、うん、うん、あまあまあ、そして自分の考えや感情をしっかりと伝える準備っていう、うん、これもやっぱプロレスだよなっていう、そうだな、うん、大事ですね、でも、うん、全部大事です、やっぱマイクパフォーマンスがあるぐらいだから、確かにそうだ、うん、うん、なので今日はちょっとプロレスじみた番組なんでねこの就活コーナーの締め的には就活やるならとりあえずみんなプロレスを好きになろうっていうね好きになってプロレス多分見るだけでも見るだけの表現の仕方だったりとか、うん、自分っていうものを持ち方っていうのは多分分かるんだよ、分かると思うから、そうですね、どんどんアピールしていかないとね、うん、うん、今日はまず本当みんなに伝えたいのはまずプロレス好きになろうがやっぱ就活に一歩近いかなって本当にこれ思う、そこはそうだ本当にもう1年みっちりね付き合ってきたけど、うん、それはマジで感じたなっていう、そうだよ、これマーチャのプロ意識わかるか、うん、こうやって自己表現をすると、うん、まあまあ見習ってくれればリスナーさんは、うんうん、であともう一個ラジオやってればよりいいかなってね、うんうん、も学生の高校生、まあ、大学生のみんなはここのラジオに出たければ連絡を、うん、まあメールでも何でもいいんですよね、うん、なんかすごい気の利いたこと言えるようになったねすごい番組があの意思を汲み取った募集してるのを知ってるんでね、 ありがとうございます、はいはいはい、いいですよね、すごいその連絡さえしたらラジオに出られるって、出るよ、もう慶応でも出てる例がある、最高ですよ、うん、本当に電話でもいいから、本当ですね、うん、はい、あとは自分の行動のみです、行動のみ、うん、出たいと思ったら来いよと、貴重な経験ですよね、本当にこんな経験ないからな、うん、行動してくれる子を無限にはしたくないんでね、例えばアメリカに行ってる子でも全然電話出ますからね国際電話で、そうそう、あっちの時差が大丈夫だからね、グッドモーニングですね、グッドモーニング英語で喋っても OK ですね、ちょっと話しとれたけど就活皆さん頑張ってください、はい、はい、地元企業紹介シュガーリクルート、このコーナーは都営商工会議所学生就職情報センターの提供でお送りしました、はい、じゃまだまだ1曲竹内アンナワイルド&フリー、後半は学プロ2部目午後の方の大ホールに迫りながら質問を答えていくトークバトルになっていきます、たくさん質問よろしくお願いします、よろしくお願いします、広く白闇で青の丘屋の外ほうともぼう手っ心なオリゴール派手逃げ極上を決めるわかりのシュートを失敗とはとびきりのスパイス何回でもかかってくれば This is my life, my life あたしの人生あたしがいなきゃ始まらないでしょ Your life, your life あなたもあなたがいなきゃダメなんだよわかってる溺れないように記憶正しく美しくつつましやかに優しく私らしく生きたい Cause I'm so wild and free たった3ページどんどん描写つかむ栄光は so boring I'll go upstairs in the elevator 登り詰めて歩こうお送りしてます、竹内アンナワイルド&フリーお送りしてます、今日は学生プロレス学生レスラーのマーチョ・ギャローズとマラハシヒロシがお送りしてます、うん、こんなラジオとなっておりますが、ツイッターの方でもね反応くれておりますね、マサマサさん、マーチョさん、素晴らしい試合ありがとうございました、ありがとう、うん、メッセージテーマの私の生きがいですが、私の生きがいはスポーツ観戦したり推しの歌手、うん、踊り手さんを見に行くことです、うむ、今その一心を大事にこれからも選手やチーム人を応援したいです、うそういうファンの方々がいるからこそ、うん、こちらの学生プロレスそしていろんなスポーツ選手は成り立ってる、うん、まさに感謝だな、ありがたいですね、うん、
いろいろと応援してほしいね、はい、うん、あちょっと桐生年しようか、ラジオ聞いてるわ桐生年、うん、マラちゃん就活みたいな笑われてますよ。おいおいおい、あの桐生年さんは自分たちの団体のリンガーナを主にしてくださってる方なんですね、うんうん、一方に栄養のリンガーナ今4年生の、はい、うん、桐生年も留年なんじゃないのか。そうですよ、もう桐生年さん留年のプロですから、今回もなんかエキスパートであり、そうか、写真で4年生の代で集まったんだけど、桐生年だけいないと、なぜ桐生年がいないと。確かに、あいつまた留年だからな。確かに、なんでいなかったの。もう1年ない大学なの、あいつ留年なのか。いや、もう大丈夫ですよ。あ、もう大丈夫な、いないのか。就職先も決まって。よかったよかった、はい、留年した人の就活方法をぜひともアドバイスということでね、電話で桐生年くん出てもらえたら、来年来て、来週時間空いてたらよろしく、よろしくお願いします。お送りした曲は竹内アンナワイルド&フリーでした。マンデーシュガースポーツ。さあ、ということで、今日はプロ工業2023特集ということで、前半の方は路面電車の話をしましたが、後半こちらは2部の方の間のホール全国学生プロレス祭りに迫っていきたいなと思います。うむ、こちらの解説をじゃあマッチョさんよろしくお願いします。うん、まあ、2部の方は午後14時から始まる全国学生プロレス祭りという、まあ、全国の8団体が、うん、まあ、この豊橋の地に集まって熱い戦いを行うというものなんだが、まあメインイベントはもちろんマチョギャローズの試合、そしてここにいる丸橋宏は第5試合か、はい、第5試合セミファイナルの前の試合で熱い戦いをお見せしたと思うんだが、どうだ丸橋。いや本当になんか電車プロレスもすごい、うん、反響あったんですけど、自分的にはやっぱりこの午後のやっぱリング立ててっていうところで、うん、まあ一つすごいのがやっぱ全国の団体集めたのがすごいなっていうのありますね、うん、まあ本当遠くて九州から来てってことだね。いや普段その九州の動画とかではもちろん見たことあったんですけど、やっぱ生で見るっていうのが本当なくて、あと実はその興行終わった次の日にその九州のレスラーのことかと一緒にちょっとね愛知をちょっと観光したりとか、うん、そういうのもあって、うん、なんかいろんなつながりがあってすごいそういうのも素敵だなって思いましたね。うん、うん、いや本当絆がすごい深まった試合になったよね。なんかこんな言葉で片付けたくないですけど、ちょっとエモいじゃないですけど、ね、本当にそんな感じですよね、うん、いやいやいや、マチョギャローズは本当に九州特に呼びたくて、うん、この素潜り名人鉄道、 そしてタコ道のくのうまさをもう全国の人に知ってもらいたかったんだよ。本当ね、うまかったね、レベル高いっすね。今回本当に初めて知ったっていう方もツイッターとかでも書き込んであったりとか、うん、やっぱやってよかったなっていう、まあ、気持ちだな、うんうん、タコ道のくはまたそれこそ慶応の笹島バイブに匹敵するようなキャラクターの持ち主だったよね。キャラが立ってて面白いっすよね、うん、キャラが立ってて二重人格、もうまさに、うん、楽しい選手だなと思ったけど、はい、この試合の中でいろいろとあったけど、注目したこの選手すげえなって、なんか感動した選手いる？やっぱ僕素潜り名人哲夫選手ですかね、その、うん、九州の、うん、自分学年が一緒で3年生なんですけど、もともと動画とかでは見てて、うん、すごい上手いなって思ってたんですけど、うん、やっぱ彼何がねすごいって、彼かっこいいんですよね、めちゃくちゃかっこいいね、イケメンなんですよね、やっぱそのあこもうモテるだろうなみたいなね、うん、すごいリング上での雰囲気というかね、そうね、かっこいいですよね、ヒーローって感じがするよね。いや、わかりますわかります、彼は、うんうん、まあ、ぜひとも素潜り名人鉄夫と検索すれば写真出てくると思うんでね。鉄夫の王はウォーですね、ウォー和王運の王ですからね、はい、そちらで検索してもらえたらな。丸橋くん自体はプロレスって元からずっと好きだった？自分はそうですね、もうだいぶ結構ずっと好きで、うん、それこそ10年ぐらいになるのかな、すごいね、はい、それぐらい好きですね。じゃあもう小学校の時からみたいなぐらいからですね、うん、きっかけ何だったの、はい、きっかけは何だろうな、多分なんですけど、うん、もちろんプロレス知らなくて最初、うん、そしたらたまたまなんか YouTube か何かでなんか誰の試合か覚えてないんですけど、うん、見てもうそこからもうのめり込んだというか、うん、YouTube きっかけやな、結構やっぱ動画、うん、とかやっぱ、うん、僕らの団体も上げてるし、うん、松さんも上げてると思うんですけど、うん、そこきっかけで入る人って結構いると思いますね、うん、はい、そうね、世代だな。ちなみにケンジブッチはゲームだね、プレステ2のプロレスのゲームで、あ、そうなんですか、そこ入り、ちょっと時代が違う、ちょっと時代違う、プレステ2ってプレステ2 3じゃない、そう3、4じゃない、ちょっと10年その時だけ小2とかだったかなってくらい、
もう大晦日は親戚とプロレスのゲームみたいな。ケンジさんプロレスもともとお好きだったんですね。そう好きだ、詳しくはないんだけど、そう好きだった。そうなんですね。全然天山が一番好きだったね。あ、天その時代大ヒーローだからさ。そうです、ね、人気で新日本プロレスの天山選手、うん、だったな。まあ、ちょっと話置いときましたけど、はいはい、マチョは気になった選手を今回呼んで。気になった選手、うん、特にはいないが、もう僕戦った人にやっぱマザコンキットが一番僕はまあ気に入ってるってよりかは、うん、やっぱりなんか希望、まあ光が見えるっていう感じで、うんうん、まあ、これから多分マイクでも言ったが、やっぱ将来戦う相手なのかな、うん、もしレスラーになったら戦う相手だと思っている相手で、はい、胸熱展開だよね。そうですね。どっかの団体で当たれればな、ね、うん、どっか将来2人ともプロになって有名になって、そうだな、うん、ベルトかけて戦って、 ね、それを中継をマルハシ君がやってる。そうだね。いや、マザコン君は本当にもう頭一つ抜けてるというか、う関東の中でも、うん、動きが違うね。やばいっすね、うん、アクロバットで、うんうん、もうツイッターとかでもいろんな反応を見てると、学プロというとクオリティが低いイメージがあったけど、はい、みたいな、今回の試合は全部クオリティが高くてびっくりした、うん、そうだね。今回の講義は一応全部で、うん、まあ、全部良くなるようなパッケージを、まあ、主催のマチョギャローズが組んで、うんうん、結局そこに行き着いて、マチョがすげえんだぞっつってね、まあまあまあ、まあ、そういう試合を組んでやって、うん、大ゼロ試合だからダメとかじゃなくて、うん、もう大ゼロ試合から僕はフルスロットルで、うん、まあ、セクハラ夏子という人、まあ、選手がやっぱりいい試合見せれる人なので、うん、大ゼロに置いたりとか、うん、関西置いていきなりいい試合をっていう風にやってきたので、うんうん、全体見ていい興行だったんじゃないか。それどこも退屈する試合はなかったな。いい試合順でしたよね、うん、試合順大事ですもんね。大事だ、うんうん、よかったなと思いますけどね、はい、うん、ということで、ね、まあ、ありますけど、マラハシ君はその土曜日の試合だと、はい、試合的にはどんな感じの試合やったの？自分はあの、うん、まあ、団体内、うん、同じ団体の4選手でタッグマッチっていう形で、うん、マラハシ宏氏、種津健氏、うん、VS、梨村かすみ中山くんに君っていう、うん、まあ、一応その本体と、まあ、うん、反体制みたいな、うん、まあいい人悪い人みたいな、まあ、分かりやすく分かれてた試合ではあったんですけど、うんうん、まあ、ちょっとねこの対戦相手の梨村かすみ中山くんに君、やっぱり結構連携がね、うん、結構手強くてっていうのはあったんですけど、うん、最後なんとかもうちょっと半分反則みたいなことして勝ったんですけどもね、大人げなく、はい、まあ、半分反則でも 勝つのがプロです。レフェリー見てなかったら反則じゃないですか。レフェリー見てないんで、うん、はい、あの試合はなちょっと一つ言いたくて、はい、友情が長すぎるんだ。それがお前メインとかセミよりかどんだけ時間かかってんだよって。KWA の一番投げんだよお前らが。伝統なんじゃないの。まあ、伝統なの。まあそれはあの全員ねちゃんと反省してるんで、けど1個ミスがあると健常長音を出すのミスっちゃったっていうのもあるけどね。ああ申し訳ねえと思ったけど、いや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 、まあ、個人個人の入場曲を出しちゃったっていうね。試合内容はとても素晴らしいもの。ありがとうございます。で、終わってからもねトークマイクバトルしてね。そうですね、マイクもあってなんだかんだでって感じでした ね、 その時に言ってましたが、KWA、マラハシ試合が引退興行で、うん、はい、あ、そうですね、うん、じゃあちょっと宣伝させていただくんですけども、うん、3月の21日にですね KWA KO プロレス研究会の4年生の引退興行が開かれます。これも毎年3月恒例ですね。あの4年生の選手がまあもう堺に旅立つということで引退の興行になるんですけども、埼玉県の方の会場で夜の方に行う興行になりますね。3月21日、うん、はい、よろしくお願いいたします。3月21日それで試合するということでね、はい、特殊な試合のルールでね、丸橋がやるのは。そうですね、うん、種津健志っていう先輩の選手相手に彼もブレーンバスターしか使わないんですよ。そうだな、うん、十中八九ブレーンバスターでどうしても試合したいって言うから、じゃあもう僕はじゃあ試合するんだったらもうブレーンバスター禁止でやってくれと。もういいからブレーンバスターちょっと何最後にブレーンバスター封印して、うん、ちょっとやってみようっていう試みを、うん、なんで注目してもらって。そうだな、はい、どんな試合になるのかは、うん、乞うご期待ということで、うん、種津くんの練習次第っつってね、はい、YouTube の方にも動画上がりますんで試合の楽しみ、はい、YouTube その上がるのクオリティ高いよね。そうですね、はい、誰がやってんのあれ。小泉進次郎くんが進次郎すごいんだやってて、
ちょっとねすごいですよ、編集の技術が本当にすごくて彼は何め、あの YouTuber をそもそもやってるんですよ。いやでもできるぐらいのクオリティで、ね、高いよね。いや本当にすごいですよね、やっぱ愛知にないものだよね。愛知は本当に人員が揃ってないから、はい、SNS のもう技術もすごいよね、経営は。そうインスタ、ツイッターの上げ方、うん、なんかもう人がたくさんいるから羨ましいよね。そう、その適材適所みたいなね、あるかもしれないですね、うん、愛知はもう魔女しかいないし、もう全部やってるから、うん、それは無理だよ限界もあるわ。で手伝ってるやつはもう別に大学生じゃねえしね。そうだ、大学じゃないんだよ、うん、マチョ軍団になってるの一応慶羨ましいよね、そこ羨ましいな、慶応、うん、負けまくりだよね、そういう点ではいいなと思うけど、ね、じゃあその KWA の3月21の試合はじゃあマチョは乱入しに行くという形で、うん、それ言っちゃっていいんすか乱入って言っちゃうでしょ。あ、そうか、第何試合に乱入するか言ってないよ。あ、確かに、あ、メインに乱入して引退じゃぶっ壊しかも。第1試合始まる時もう、会場の扉鍵かけとくんで入ってこれないよ、ね、お客が入れないじゃないかお客さんだけ入れて、とりあえずマチョも何かしら乱入しちゃうのかな、乱入しちゃうのか、まあ、あるかもしれないですね、はい、まあ迷惑だけかけようにね、迷惑防止条例はちゃんとおるんだ法律の範囲内で法律の範囲内では、もちろんもちろんもちろん。でマチョの試合の方でメイン試合引退興行、はい、どうでしょう、振り返って。やっぱり感慨深いものがあって、うん、まあ、マサコンキットとはまあなんだろう、武蔵野芸術、うん、武蔵野美術大学の試合、そして浜松福井祭りプロの試合で一応試合やって、うん、まあ、そこで1勝1敗という形で今回の試合迎えたんだけれども、うん、やっぱり相手はうまいな、マザコンキットは2年生なんだけれども、うん、関東、まあ関西も全国でも学生プロレスラーでもトップとやっぱ言われるレベルの、うん、まあ、まあ最後は勝ったんだからな、まあ良かったんだけれども、うん、どうだった、うん、見てて。まあ正直言うと、ケンジウッチはスタッフでまあずっとまあ全体をマジ見とったわけね、うん、本当に、うん、試合、まあマラハシ君の試合もそうだし、メインの試合もそうだし、はい、うん、ちっともゆっくり見れてないまでそんなに印象に残ってないって。あ、でも僕が、うん、まあ、聞いた限り、うん、マザコンキット勝つんじゃないか、ギリギリまで勝つんじゃないかっていう声をまあ聞いてたのは事実ですね、うん、まあ、マザコンくんが本当にすごいからっていうのはあるですよね、うん、もう動きが本当に、うん、そうだね、飛ぶからね、すごい。そうなんだ、バネがすごくて、うん、彼陸上やってて、もともと高校の時、うん、すごい実績残して、うん、学プロやってるんでっていうのはありますよね。最後の技が決まる前までなんかマチョギャローザン負けるっていうのを言ってたんで、うん、それでまさかマチョが勝つとはっていうふうに思わせられたことがまあ技術としてなんか良かったのかな、うんうん、手のひらにね、手のひらを乗せてやってたっていうことだね。マラシ君も試合全体はしっかり見れた感じなの？あ、自分も、はい、全部見せて、ほとんど全部準備の時以外は見せてもらって、うん、はい、勉強させてもらってって感じで、やっぱ面白かったですね、うん、純粋にその選手としてじゃなくてなんか、うん、もうファンの視点っていうか、うん、もうみんなちゃんと考えてやってて面白いなって思いましたね、うんうん、楽しかった、はい、楽しかった、うん、いい興行でしたね、本当にいい興行だよ。こんな興行多分なかなかできない、できんね、うん、反省点もあったけどね、まあ、グレードアップさせていこうね。そうだな、うん、そうですね、でも今回より次回またその次行って、ね、毎回更新するのがね、そうだ、それがベストなんだ、ベストだ、まあ、けど本当にゆっくり試合見れてるから全然印象に残ってないっていうのが正直ケンジウッチの本音まあ後から YouTube で見るしかないな、うんうん、まあ今それも準備してるから、そうだな、うん、それで行こうかなと思いますけど、うん、さあということでね、振り返りもありましたけども、マチもこれで本当に引退なんですか、レスラーは。そうだな、学生レスラーとしては一応引退だが、まあ、マチョギャローズは3月12日、うん、DDT 所沢大会にまだ学生レスラーマチョギャローズとして登場する日曜日、そうだ日曜日、うん、そこは楽しみにしとけ。これ DDT っていうのは、うん、普通にその学プロとかじゃなくてプロの団体の興行に出るってことなんですか、うん、そうだな、プロだな、まあ全、まあ、日本全国で見た時に、うん、まあ、大きな団体、まあ、プロ団体の DDT というところで、うん、まあ試合出るんだが、マチョもまあ試合形式聞いてないんだよ。あ、そうなんですか。そうだ、学生レスラーと戦うかもしれないし、プロと戦うかもしれないし、本当にそうだ、プロとタッグ組むかもしれない、何かが分からないんだよまだ、うん、すごいな、まあ、なんだろうっていう、まあ、いつか発表されるわけだ。そうだ、多分いつか発表されるじゃないかな、まあ、それはそうですよ、知らぬまま来るわけないもんね。まあ、所沢の航空記念公園ってところでやるから、うん、何日でしたっけ。12日、3月12日日曜日、はい、埼玉県来てくれよ。うん、じゃあ多くの方に来てほしいところでね。そうだな、うん、チケット制、それはチケット6000円かな確か、うん、でこれでも、放映もされますよね多分、多分あのレスリーユニバース、レスリーユニバースっていう、
まあ、DDT のその動画サイトで上がると思うので、うん、そちらでも見ることは可能です、はい。まあ、学生プロレスたちは、あ、今ここ中京テレビニュースやってるぞ、映ってますね、映ってる、中京テレビ、中京テレビ、なんだ、おお、シュンマ映ってるじゃねえか、お前今ここにいるけど、自伝でなんとハテナっつってね、うん、学生の熱意に異例の決断っつって、本田ちさ子さんも映っとるこのアナウンサー有名やぞ、おって、そしてコスプレイヤーって言われてるぞ、梨村かすみ、コスプレイヤーじゃないけどね、学生プロレスラーだろ、コスプレイヤーじゃないけどね、ゴングおじさんっつって、うん、でもなんか感慨深いですね、こうやってテレビで、テレビ出るって、ね、しっかり取り扱ってくれてありがとう、学生プロレスが出る機会ってなかなかないからな、地上波なんか、うん、おお、あ、これね、このブレンバスター、ブレンバスター、あ、マッチョやられてますね、やられてる映像がやばいんだよ、いつもいつもマッチョってか、あの活躍してる映像写真って載せてもらえてないよね、いつもやられてるところかだよ全然間違えろず映ってないけどこれマチョがやってんのになんだよおい、おまた俺マチョしかも後輩にやられてるね、負けてる映像しかないぞ、間の後輩ですだけ、ね、素顔じゃねえか、素顔杉浦晴隆しかもやめろ、俺もう素顔嫌いだからマチョやってんのによいいじゃないですか、そして練習風景、また練習受け身いやでも一人でやってっていう、うん、ちゃんと実績が書かれてるからな、そうだね、まあ、これでマスクかマスクかぶってるじゃん、ダメだろこれはこれやばいよ、マスクかぶってたやつ、これはやばいなあのラジオだけ聞いてる人申し訳ないけど、今こうテレビ見ながら喋ってるんで申し訳ない、あの、うん、マチョさんが、うん、あの素顔のマチョさんがマスクをかぶる映像が今テレビで流れてましたね、これ NG だろ普通に営業妨害だろ普通に考えて、面白すぎるなちょっとまあ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 、あ、終わったかな、終わりましたね、うん、でもだいぶ長く取り扱われてるな、そうだね、学生プロレスがまあ、ずっと密着に入ってるってことだよね、またもっと濃い密着が入ってくる可能性もあるみたいな、ね、濃い密着が流れるかもしれない、うん、うん、交互期待だよね、ちょっと今、うん、ね、面白かったっす、ちょっとやめろよすごい、ね、またやられてる映像だしよ生どんだけやられてる映像、また流れてる生放送中にこれ流れるの面白いね、ラジオと連動してみたいな、こんなことないよね、でもすごくないですか、テレビもラジオも、うん、今同時制覇してるんですよね、自然のプロレスに戻るけどさ、外での風景見てみたかったね、外から、そうだな、確かに、でもなんか外の、あ、マラハシ今すげえ殴ってたぞ今、ま、エルボーしてたね今、なんかその外の車運転してる人と目合うんすよ、うん、普通に目合って何やってんだろうな、何やって警察通報されたらやばいけどな確かに確かに、うん、これ誰、これあれマザコンくんか、マザコンキッドめちゃくちゃ映ってないか俺よりか映ってんじゃねえか、やっぱ見る目あるな、誰がやってんだよっていう、やっぱテレビの人見る目ありますね、ふざけんなよマジで、もうマザコンダメだな、もうメインに示したの失敗だったかもな、素顔を晒されただけっつってね、なんかテレビ実況してるな、うんうん、でもこんな長くなんか嬉しいですね、取り上げてもらって、うん、うん、おお、あリンゴの朝は転ぶ出てくる桐生年君だ、桐生年、これ事件なんですよこれね本当に大事件なんですよね、これはなる、あのこいちゃこいちゃはなんけど打ち合わせじゃなかったこれは、うん、もちろんアクシデントです、アクシデント、本当のアクシデントなんだ、すっげえ、すごいなと思ってさ、またやられてるし、ね、うん、ちょこのまま番組終わっちゃうんですよ、ラジオの方に戻るんですけど、うん、まあ多分 YouTube にアップされるんで、そうですね、中京テレビの YouTube チェックしてください、はい、はい、さあということでね、マッチョギャドーズは学生レスラー引退しましたが、うん、まだまだレスラー人生は続いていくということでね、うん、今後とも応援いただきたいなと思いますけど、番組はあと3分ちょっとになっておりますけど、マラハシ君から今だから聞きたいマッチョに質問みたいなのある、そうだな、うん、うん、マッチョさんがプロレスを続ける理由って何ですか？ああいいね。ああいいね。まあそれも言ってなかったことだが、まあ言ってやろう。言ってないな確かに。まあとにかくマッチョギャローズはまあ刺激的なことをやりたいと。うんうん。まあ、人生において刺激的なことをやるという目標がある中で、まあプロレスしかないのかなと。うん、うん。プロレス以外刺激的なことってないと今のところマッチョは思ってる。だからこそまあプロレスを今後も続けたい。そしてそれで子供たちや、
まあ、いろんな人に夢を与えていきたいというところかな。あ、うん、違う刺激的なことがあったらレスラー引退する可能性もある、まあ、引退するかもしれない、いいんですかそれで。言ったらマチはコロコロ結構変わってるからな、目標や夢っていうのが刺激的なところを常に求めてるから。その点で言うと剣術って共通してんだよな。そうだね、確信はないよな多分。だから合うんだよこのタッグチームでよ、いつもいつも、うん、そうなんだよね。マラハシ君はなんかプロレスとか続けてくるのか。いや自分はなんかもう、うん、プロレスが好きで、うん、ファンでその延長でやってるみたいな感じで、うん、もうなんか自分でプロレスやってるんですけどまだファンの視点が抜けないっていうか、うん、そんな感じなんですよね、うん、マチさんはもう今後は応援していこうかなと。そうだな、自分が卒業したら、うん、まあプロのレスラーとしてやっていく、はい、かもしれないし、そう、うん、まあ注目しとけ、注目しとけですね。今日のこの試合もあと2分で終わりですけれど、60ピンポン勝負、はい、この後ツイッターだかインスタだかで分かんないけど、うん、あのマチョかマラハシかってアンケート取るんで、ね、白黒つけましょ う、 これは。どっちのトークが良かったか投票皆さんよろしくお願いします。お願いします、よろしく、うん、そして大阪から来てくれた方からメッセージ、シンジ、マチョさん、マチョ選手、マラハシ選手、土曜日お疲れ様でした。お疲れ様でした。アイプロ講義を見終えてから最近まで自身も試合をしていてもモチベーションが上がらない日々が続いていましたが、また試合をしたい気持ちになり格闘技が改めて生きがいになりました。お二人をはじめ学生プロレスに関係した皆様ありがとうございました。ありがとうございます。この人とはもう試合の後話してな、うん、この人もちょっと障害持ちながら一応、うん、あの格闘技をやってるという方で、うん、まあ、僕も前ラジオのメッセージでプロレスは誰でもできるっていうことを伝えて、うん、まあ一緒に頑張っていこう、シンジ、シンジ頑張っていこう、うんうん、まあということでね、いろいろな人の心を動かすプロレスですけども、まだまだここからね、愛知のこの同好会続いていけるか。そうだな、支えてってよ。そうだ、支えていく、引退してもよろしくお願いします、うん、そしてマラハシ君は3月21日の引退興行で、はい、ブレンバスター禁止の試合頑張って、はい、はい、あの団体のねツイッターの方もチェックしてもらってお願いします。慶応技術、検索は慶応プロレス研究会、プロレス研究会、研究会、はい、で検索していただければいいかなと思います、はい、ちなみにラジオ今日出てみてどうだった。いや最高でしたね、もうスタジオ来れて嬉しかったです、うん、もうあっという間に終わっちゃったんですけど、はい、うん、楽しかったです。時間じゃ足りないからね、ありがとうございました、またやりたいなと思うんでね、はい、これからも参加よろしくお願いします。お願いします、はい、ということで、今日のマンデーシュガースポット、お相手はケンジブリッジと学生プロレス界の天才ことマチョギャルズと慶応プロレス研究会代表マラハシヒロシでした。また来週お会いしましょう。バイバイ、ありがとうございました。 KWA とは同盟組みました、この番組は。はい、もうズブズブですよ、ズブズブに行きます、よろしくお願いします、よろしくお願いします。